あらら、王女様の登場だわ。噂をすれば影ってね。もしかして私のコレクションから何か盗んでくつもりなんですか？あ、いえ、僕たちはただ守衛、この人たちを捕まえなさーい。おや、溺れたネズミが迷い込んできたか。我の名はティーティス、ネレイの女王である。セルリア、これはどういうことです？お母様、宮殿の守衛を襲ったのはこの者らです。私の宝物を部屋から盗み出そうとしてました。え、ちょっと待って、それは。言い訳は聞かぬ。貴様らの傲慢さに報いを与えよう。まったくネレイというものは、人の話に聞く耳を持ち合わせておられませんこと。この深海を治めるのが我ら。我が、歌声が、パルシオンの海を轟かん。行くわよ。身を任せ、溺れなさい。
なんと傲慢な。おいや、溺れ。この深海を治めるのが我ら。我ら歌声がハルシオンの海を轟く。
な領域、太陽に焦がれし者が立ち入る場所ではない。いや、溺れ、ここは我が領域、太陽に焦がれし者が立ち入る場所ではない。行くわよ。に魅了されよ。この深海を治めるのが我ら、我が歌声がハルシオンの海を轟かん。
深海へと沈む。よもやこうなるとは。もう魔力が、魔力なくなっちゃったよ。セルリアさん、ティーティス陛下、どうか聞いてください。僕たちがここにいるのはお願いがあってのことなんです。ここより上の海水は今汚染が進行しています。海水付近で発生しているいろんな問題はおそらくこの汚染が原因じゃないかと思われているんです。どうかフリードマンさんを解放してあげてください。彼に壊れた海水浄化装置の修理をしてもらわないと海水はどんどん悪化してしまいます。フリードマン？あんたの娘さんが拉致してきた地上の獣人族の技術者よ。セルリア、説明を。陛下、お許し。さようか。セルリアをスペクターから守れたはよかったが、その際負った怪我で気を失った。守衛にそのままこちらへと連れられ、セルリアの介護を受けたと。そのように申すのだな。誘拐されたわけではないと。はい。彼女に僕を害する意思はございませんでした。こんな誤解が生まれてしまって申し訳ございません。セルリアの歌声の影響下にあったため、自我がかなり薄くなっておりましたが、ようやくいろいろ大切なことを思い出すことができた次第です。それと僕は拘束されていたわけでもありません。セルリアは回復魔法の効果を高めるため、魔力の増幅と回復の補助ができる部屋に、僕を封じていただけです。道理であの部屋、居心地が良かったわけだわ。セルリア、ここに来る前、海中での作業中に、君が僕を見ていることには気がついていたよ。だからこのバッグの中身が、どれほど重要なものなのか。僕が君の世界の住人だったらよかったのにと思うよ。けどそうじゃない。だから、君が人工エラ呼吸器の入ったこのバッグを持ってきてくれて助かった。これがないと、フリードマンはこの深海で生きていられないでしょ？その通りだ。僕は地上の人間だからね。通常の潜水具では長時間の潜水には耐えられない。やっぱり。でもありがとう。僕は君を助けたけど、君は僕を助けてくれた。僕はセルリアさんがフリードマンさんをお婿さんにするためさらってきたんだとばっかり思ってましたよ。フリードマンがもらってくれるなら喜んで。セルリア。はい、お母様。ただちょっとだけでいいから一緒の時間を過ごしたかっただけなんです。初めてそんな気持ちになった方と誰にも邪魔されない時間をと。まさか単純な救出任務がここまで面倒な仕事になるとは思わなかったわ。ならばその苦労もねぎらわねばなるまいな。アストラルギア！素晴らしいですわ。これで今回の全ての任務は完了ですわ。して、そこの悪魔の小僧が話しておった海水の汚染の問題であるが。それは僕にお任せください。これについては僕の専門ですから。フリードマン、面倒に巻き込んでしまった上に。気にしないで、セルリア。さあ。そろそろお別れだけど、いつも僕が仕事してる場所は大体知ってるよね。気が向いたらいつでもおいでよ。その時になったら、さっきの話の続きでもしようか。え？
もしもし、デビーベビーラビー愛してる。キモい、もう切る。あ、ごめんごめんごめん、いいニュースがあるんだよ。変貌心臓の解析が終わったんだ。どうやら新型魔界族に対応できるように、遠方に隠れている制御者からの特定の音響信号を受信すると、こいつは魔界の内部処理を中断させてシステムを不安定にし、コアに介入する。その結果、この装置を経由して外部からの遠隔操作が可能となるってわけだ。ハイジャックみたいなものかな。いい例えだね。音で乗っ取る感じだ。非常に高度な技術だし、また入念にハッキングの痕跡は隠蔽されている。この変貌心臓は衛兵から摘出しようとすると自壊するよう設計されていたよ。そんな工作も私みたいな天才技術者の前では意味なかったけどね。僕は簡単に修理して遠隔制御者の発信する信号を解析できるように改造した。それで分かったことだが、こいつは首都中心部からの信号を受信していたんだ。もしかしてその発信源ってアナテマ宮殿？ご明察だ。宮殿の最奥部に王立研究所があるんだ。変貌心臓の開発はそこで始まったものだ。しかし宮殿から制御信号が発信されているとなると、これは穏やかではないね。巷ではここは呪われた場所などと言われているところだし。呪われているですか？ああ、なぜ宮殿内の劣化の濃度があれほど高いのか誰にも分かっていないからね。私たちバルハラ人はあの宮殿を忌むべき場所と認識しておりますわ。あのような場所のそばに暮らし続けるなど、なんと人族は意固地ですこと。治安兵団とて周辺のパトロールはしていても劣化へは無力。劣化がおおよそ宮殿内だけにとどまっているのは、変貌心臓への発信源が宮殿とのことですけれど、あのように劣化が進んだ場所からどうしてそんなことができるんでしょうか。確かに謎よね。宮殿の最新情報についてはアナテマの商店にいる CC に聞くといいだろうね。あのエキセントリックな薬屋？そう、その彼女のことだよ。彼女の薬屋は下世話な噂話から国家機密までが渦巻く情報の穴場なんだ。なじゃ。準備できたら先に行っていいよ。僕もすぐに追いかけるから。この町はかつて妖皇に祝福された町であったが、それも古の話。ネレイの祖先ですらいつの出来事か知らぬ。我らの存在を知る者は少ない。伝説上の存在と思われておるようだ。さもありなん、我がにわたるこの海は深く険しく、すなわち古く忘れられた海。もしかするとこれがいい塩梅やもしれぬな。そういえばあの悪魔少年、なかなか可愛かったな。
いらっしゃい。ちょうどいいもの入荷したよ。王将をお探しの皆様、ウェルカーム。劣化について詳しいって聞いたんだけど、突っ込んだアドバイスもらえたりする？劣化ですって？あら、そんなアドバイス求められるのは久しぶりよ。それじゃ逆に聞くけど、あなた劣化についてはどのくらいご存知なの？劣化が周囲にどんな影響を与える？劣化というものはね、接触した生物を蝕み衰弱させる腐食性の強いエネルギーなの。形態は緑色の微粒子で空中を漂っているわ。生命を活性化させる純粋なエネルギーであるマナとは対をなすものね。劣化のそもそもの起源はよく分かっていないのだけど、昔から存在はしてたみたいね。でも近頃遭遇する劣化の多くは30年前のアナテマ宮殿で起きた反乱に端を発したものよ。でも劣化って生物に感染して殺す以外にももっとヤバい能力はあるんじゃなかった？よく知ってるわね。最近の話だけど、劣化によって死んだ生物が蘇って周囲に危害を及ぼす事例が報告されてるの。緑色に光る目が特徴的なそれはスペクターと呼ばれているわ。あ、またこれが厄介なやつなのよ。特に劣化の濃い場所に作ってるのね。アナテマでも見たことあるんじゃないの？向こうのウルスカン大地とそこの森は劣化濃度が高いの知ってる？あれってきちんとした浄化作業が進んでないからなの。浄化作業？劣化って人為的に除去できるものなんですか？可能よ。女帝ダリアが御在位の時代には行われていたわ。でもその方法は女帝がお姿を消すとともに失う。今や残された断片的な技術を最大限駆使しつつ、かろうじて劣化の拡散を食い止めているという状況なのよね。これで多少は理解を深められたかしら。だけどこんなこと何のために知りたいの？治安兵団の依頼でいろいろ調査してるのよ。その一環として宮殿内を探索する必要があるから。宮殿の中に入るつもり？分かってると思うけど、宮殿内部の劣化濃度は半端ないわよ。でもウルスカン村に行けば何かいい解決策があるかも。ウルスカン村？そう、流れの傭兵が話してたのを聞いたことがあるのよ。疫病の森の隣に孤立した村があって、そこは荒れ狂う劣化に包まれてるっていうのに、住民は普通に暮らしてるんですって。そんなところで人は生きていけるんですか？詳しいことは分かんないのよね。でもどうやらそこの住民は人体への劣化の悪影響を緩和する手段を見つけたっぽいのよね。その場所を地図に記しとくわね。あとこれを持っていきなさい。役に立ちそうな基本のポーションと傭兵の紋章よ。これは休職中の傭兵の目印なの。好きなことして死んだ私の昔の恋人のだけどね。彼女稼いだら稼いだだけ飲んで酔って橋から落ちてばっかりいたろくでなしだったけど、こいつが役に立つんなら喜ぶんじゃないかしら。とにかくこれがあればウルスカンの村人に怪しまれることはないはずよ。あの村は部外者を警戒しがちだけど、流れの傭兵は村の助けになるんで歓迎されるって聞いてるわ。ありがとう。有効に利用させてもらうわ。どういたしまして。あなたのような人がいるおかげで私たちの商売は成り立ってるんですもんね。ああそうそう、ちょっと前にこの設計図の束を預かってたのよね。浮遊オービター2体引き連れた激カワウサ娘によろしくってこと。ああ、私のことをそんな風に表現する人物なんて。ありがとう。いらっしゃい。何かお探しかし？冒険で役立つわよ。
他の私の商品もなかなかなものよ。冒険で役立つわよ。冒険で役立つわよ。他の私の商品もなかなかなものよ。冒険で役立つわよ。あ、忘れないうちにこれ持ってってね。日頃のご愛好に感謝して、お得意様へささやかなプレゼントよ。お役に立つといいんだけど。先日はエーテル石の再稼働成功にはしゃいでしまって、これを渡すのを失念していたよ、ですって。アストラルギアがあればこの改造指示書を理解することも容易だろうね。適当な思いつきを書き殴ったような紙ペラの束だけ渡して。それにしてもひどい乱筆ですこと。暴れ馬に追われながら書いたと言われても信じてしまいますわ。もしや天才が天才たるには下手くそな文字を書く才能も必須で。オッケー、バッチリ理解できた。じゃあどこか適当な場。おー、ええ、いて、ちょっとお待ちなさいな。あの指示書の束をもう全部読み込んでおしまいになったの。完了っと。またいいとも簡単に。まったく、あなた方親子の腕前といったら言葉もありませんわ。へえ、インターフェースディスプレイに新しいチャージゲージが増えたみたいですね。コア拡張システムと呼ばれるものよ。
戦闘中に放出されたエネルギーを新しい補助モジュールが回収し、それによってこちらの攻撃力と防御力の相乗効果を生むんだってさ。効率的ですよね。うわあ、早く試してみたいです。パパの仕事ぶりにはいつだって驚かされちゃうわね。このシステムも多分簡単に習得できるでしょう。